シロアリに食べられてしまったこのガラスの引き戸、もうこれはどう考えても使えないから、粗大ゴミに丸ごと出すしかないな。いいえ、師匠の教えは違います。たとえシロアリに壊れていたって、使えるとここんなにあるんやで。皆さんこんにちは。私は腕のいい大工に憧れる主婦、うさぎ大工です。いつも見に来てくださりありがとうございます。今日のテーマは、師匠の教え、廃材を最後まで使い切ろうの、巻です。いや、この築58年の家はですね、倉庫にしていたので、最初、もうすんごいもうゴミ屋敷とまではいかないんですけど、物がいっぱいあったんですよね。ずっと前なんか布団をまとめてる動画もあったと思うんですけども、すごいいっぱいあって、で、まあ、そんなにね、たくさんゴミとか、いらないものとか、どっちがもう捨てたらいいのかどっちか、みたいな。のがいっぱいあったらね、もう作業するスペースもないので仕方ないので、やっぱそれは処分して、作業スペースを広げてっていうことは絶対必要だと思うんですけども、まあある程度作業スペースが広がって、で、まあ、これいるかなっての取捨選択して置いた後にですね、まあ、師匠は、これは使えるな、ちょっと最後まで使おうみたいな感じで、やってくださるんですよ。で、まあ、で、師匠のですね、節約術というか、物をすっごい大切に使い切るテクニックのようなものは、私は今まであまりこう触れたことがなくて、すごくいいなっていうふうに思ったので、皆さんにシェアします。まずはですね、こういう真ん中のところで、ビスが入っていたので、これですね。で、見えるとこのビスをね、取り外しました。このようにね。で、このビスも、まあ、ポイってその燃えないゴミに捨ててしまうんではなくて、錆びたりね、頭のネジのところが潰れていなかったりしたら、まあ、取っておくんですね。このね、短いビスね、結構役に立つんですよ。っていうのが、あんまり、まあ、買いに行けばそれあるんですけども、ちょっとこの部分だけ欲しいなっていう時に、まあ、買いに行ったら、まあ、10個、20個とね、買わなきゃいけないじゃないですか。で、それがちゃんと取っておくことで、あ、これここに1個あったよ、みたいな感じですっとね、まあ、買いに行く時間のロスも抑えれますし、いつもね、師匠に、なんかここビスないんですけど、とか言ったら、あるぞ、とか言って、そう、こんな風に、こういう時に取っておいたものがパッと出てくるんですね。だから、節約にもなるし、時間の節約にもなるんですよね、こういうの取っておくとね。はい。で、さっきガラスを取ってましたね。レトロなガラスね。これ、このガラスなんですけど、これも多分ね、また使えると思います。どうしても使い道がなかったら捨てるんですけども、なんか危ないしね、どうしようかなっていう感じなんですけど、使い道ね、もしお分かりの方いたらコメント欄にお願いします。とりあえずビスは使えますね。で、ガラスを取るときは一人でやると危ないので、二人でね、支えてやるようにした方がいいと思います。で、これ、まあ、木枠をですね、外に持ってきました。で、よしやるぞということで解体をね、始めました。もう解体作業とかね、もう本当こう、あなたは女性だから私がやりますよみたいな風に言われてたんですけど、もうね、ちょっと力持ちの DIY ワイヤーになってきましたので、私がね、一人で、できますよということでね。で、これやってる間もすごい楽しかったんですよ。単にまあ切るんじゃなくて、こう使えそうなとこ、今ね、ここ使えるかなみたいな感じで探してます。
で半分までいかないけど結構そのシロアリに食べられてカスカスのとこがあったんですよ。で、まあ私が今までね素人だったらまあそんなちょっとねあのシロアリに食べられてるようなねこう木材は他の部分が綺麗であれそんな使えないなっていう風にあの判断してですねこういうのはすぐ粗大ゴミで捨ててたんですけれども、まあ、あの師匠の教えはとにかく最後まで物を大事に使い切るということなので、使えるとこを探してあの取り除いてねあのおさばさんのとこはねあのお宝探しをしてみました。でまあ何でもかんでもずっと取っておけばいいというわけでもねまあないと思うので、まあ、ちゃんと断捨離っていうかねあの処分するとこはしてあのいっぱい物がこうDIY してるのに溢れて作業スペースが狭いとかだったらそっちの方が良くないのでねあの処分してもらったらいいと思うんですけど、だんだんこう物がなくなってきてでまあちょっと処分するものが出てきたみたいな時にですねあのこういうことをするといいんじゃないかなと思います。まあでもビスとかはねやっぱりちょっと取っとくとすごい便利で、あれが普通の鉄とかだったらまあお安いと思うんですけど、ステンレスとかあの結構しますよね。ステンレスのビスってねあれこんな高いんだみたいな、まあもちろんそんな錆びないからめっちゃいいんですけど、いやいっぱい欲しいのになみたいに、うん、思う時もあるから、ステンレスのビスとかねやっぱちょっとあのお得だなと思います。こういうとこから取っとくとね、うん、でまあ、 あのこれやりながらすごい勉強になったのが、あ建具ってこういう作りになってんだなみたいなとこも見れたのがすごい収穫だったなと思うんですよ。そのままポイって捨てたら何の学びもなかったと思うんですけども、あ木をこういう風に細工してもうちょっとボコッとねなんかあのへこましてるっていうかもう細工してあるんですよね、うん、であのここにまたあの木をこう入れて交差して作られてるんだなみたいな、もうなんかこれもそんなあの全部手作業ってことはないが、機械はもちろんね昔といえど使ってらっしゃると思うんですけども、まあそれにしてもね結構こんなあの引き戸一つ作るのもすごい手間がねかかっただろうなみたいなのをこう感じながらですね、でこの部分はこうなっているのかみたいなことをこう学ばせてもらいながらの解体作業となったので、はい、あの楽しかったなと思ってねでシェアしたかったんですよ。っていうのがあの結構地味な作業っていろいろあるじゃないですか。 DIY やってたらこれこんなたくさんやらなきゃいけないのかとかね、結構お一人でやられてる方とかもいると思うんですけど、ちょっと空き時間にちょっととかね、あこれあの腐ってないよって見せてますね、はい、あこれは使えるってね、うん、でまあ、あの私も結構あの、まあ、師匠と今やってるんですけども、休みの日に一人でやることとかあるんですよね。でそんな時にねあのあこんなんがすごい楽しかったみたいな動画のことを思い出して YouTuber さんのね、うん、それでなんかこう一人でやってるんだけど YouTuber さんのなんかあのいろんな言葉が自分の心の中にあの入っていて、それでねなんかそれと YouTuber さんとなんか一緒になんか作業してるみたいな、あ次はあのこういうことをされてたなとか、あんな失敗されてたな、うん、私は気をつけようとかありがとうとか思いながらやるとすごい楽しかったので、はい、なんか私もなんかそういう風に、ね、なんかお役に立てたらいいなと思って今おしゃべり、しています。もうなんかこう解体作業って結構ね本当、地味じゃないかなと思うんですけども、うん、でもあの私すごい楽しんでやれましたね。はい、これもあのいい感じだよっていうね、うん、で細工してありますね。いやなんか本当日本人の技術かな、まあ、外国の方も技術をきっとお持ちだと思うんですけども、おなんかこう木のね木工のあいっぱいお宝いっぱいですね、木工のその技術ってすごいなって私本当あんまりまじまじと見たことなかったんですけど、なんかこうへこんでて木のねなんか木目とかすごいちゃんと見てるんだと思うんですよね。木のこの部分を使って作るとか、なんかこういうところを使うとなんか
建具は特にね、なんかこう収縮してなんか雨水とかで雨湿気か湿気で収縮してちょっと建付けが悪くなりやすいからこういう部分使うとか、なんかすごいそういうのも考えられてるんじゃないかなというふうに思いました。そう思うとですね、本当これ大一子さんが作られたんだと思うんですけども、まあね、ちょっと手入れが悪くてですね、お家もずっと倉庫として使ってただけなので、こんな方にですね、シロアリに食べられてしまったんですけども、今ここで私が勉強させていただいてですね、で使えるとこは最後まで使うということを、まあ、させてもらうことでね、本当に恩返しまでいきませんけれども、はい、なんかちょっと役に立てたらなと思います。で、余談なんですけど、こう家を直してると、なんかこう家と会話っていうか家と仲良くなっていくみたいな感じないですかね私だけですかね。なんか師匠もね、なんか家っていうか家もそうだし、なんか物を大切にする方なんですよね。で、物をどうして大切にするかっていうと、もちろんまあ節約でね、ポン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 新しいのもの買って前のもの捨ててみたいな風にしたくないみたいなのもあると思うんですけど、なんか物にもこう魂が宿ってるっていうか、まあ目に見えないところなんですけども、なんかそういう感じがするんだよねみたいなこともおっしゃってて、あ、そういう感覚も私もわかるなと思ったわけですよ。だからまあ、そう思うと全部のものにですね魂が宿ってたら、もうなんかゴミ捨てれなくなっちゃって、家がねいっぱいになるとかはまあねダメなんですけど、まあでもね、いや、なんかそういうのあるよなと思います。なんか感受性が豊かだとそういう感覚とかありますよね。だから今思ったんですけど、そのゴミ屋敷の人とかいらっしゃるじゃないですか。で、まあそのダメだねみたいな風にこうね、見てしまいがちなんですけど、お気の毒みたいなね。いや、でもなんかこう物の声が聞こえてね、なんか、もう捨てられるの、まだ使えるのにみたいなねなんか声が聞こえて捨てれないみたいな、あ、そんなもあるかもしれないですね。そう思うと優しい方々なんだなみたいな風に、今思いました。でもなんかね、擬人化しちゃうんですね、私もね、物をねそれで、まあ、全然違う話なんですけど、ミニ大子ちゃんね、小3のミニ大子ちゃんに、なんか嫌いな野菜を食べさせる時にですね、もうあまりにも野菜嫌って食べないからなんですけど、ちょっとね、親としてやっちゃいけないことかもしれないんですけど、なんか人参さんが、あー、なんか喋ってるわ、え、人参さんどうしたの、え、ミニ大工ちゃんが、え、食べてくれなくて悲しい、そうなんですね、だって私一生懸命育ってミニ大工ちゃんに食べてもらおうと思って頑張ってここまでやってきたんだよとか言って言ったりとかして、無理やり食べさせるみたいなことを、まあ、したりするんですけども、脳内でこうね、なんか喋れないものも私の脳内でこうめっちゃおしゃべりをですねしてくれるので、まあ、そんな物語を作って無理やり野菜を食べさすみたいなことを、まあ、してしまうんですが、まあ、それをもうミニ大工ちゃんは嫌がってますね。はい、なんかちょっと悪い例かもしれない、子育ての悪い例かもしれないですけど、野菜食べないからね。はい、もうなんか木材とか家の話から野菜の話になってしまいましたが、はい、なんかでもちょっとマイナスにね、なんか、もう捨てられる悲しいみたいな、なんかそんなマイナスなところをこう見てフォーカスしていくとも悲しくなっちゃうので、いや、なんかね、こう思えばいいなって思ったことがあるんですよ。いや、なんか最後まで使ってこれるのありがとうみたいな、そうそう、私ね、この引き戸さんの気持ちになると、そう、私と白ワイン食べられてさ、もうほんとボロボロであれ大変なんだけど、でもそう、この部分はまだね使えるのよ、え、使ってくれるの、うさぎ大子ちゃんありがとう、いや、よくわかってる、まだまだ私頑張れるよみたいな風に思ってるかもなっていう風に考えるとですね、なんかちょっとワクワクしてきませんかね
私ならではのなんか妄想なんですけど、なんかそんな風にこうポジティブにですね、物と対話をして物を大切にして最後まで、使い切るっていうことが、できるとですね、 DIY も楽しくなるんじゃないかなと思っておしゃべりしました。はい、おしゃべりが長くてちょっと同じ場面をリピートしてしまいましたが、はい、こんな感じで使えるとこずらーっとね並べてみました。はい、それでこれですね、引き戸も取っても使えるって、やったぜってゲットしたぞっていうところですね。はい、塗装して掃除して塗装してまたこれもね引き手もね使おうと思います。で、木材はどんな風に使えるかちょっと分かんないんですけども、本当にシロアリにはシロアリさんはもういないんですよね。いなくって、綺麗なところなので、もう一回ちゃんと塗装とかもね、防カビ防虫の塗装とかもすればちゃんと使えると思うので、まあそれとか、まあ端材はそのなんかね、こうコンコンってする時に他の木材を傷めないようにこれをちょっと当て木にするとか、そういう風に利用できるかなと思います。まあこういう細いとこですね、細いとこの木材って結構高いんですよね。90センチでまあ100円か200円ぐらいして、で今ウッドショックなので結構木材は貴重なのでね、まあ本当いっぱいもう物がありすぎてどんどん捨てないとっていう方はもう気にしなくていいんですけども、なんかちょっと限られたね物があって捨てようと思うけどまだ使えるかなみたいな方がいらっしゃったらね、参考にしてみてください。はい、それでは最後まで見てくださりありがとうございました。これを見てくださった方がニコニコ笑顔で元気で幸せになりました、よかったらチャンネル登録お願いします。それではね、バイバーイ。